皆さん毎日勉強に勤しんでると思いますおいおいおい、ちげえよちげえよ。はい、というわけで今回の企画はですね、まあ我々も、はい、まあ、卒業して久しいと、久しいね、まあ、久しすぎるやろ、ちょっと。もう卒業したらもう過去の栄光、まあ、今回はちょっと童心に帰って、まあ、卒業式をやってみたいと思いますけども、はい、まあでも卒業式といえばやっぱ誰しもが通っている道なわけですよ。はいはいはい。だからなんかこう掛け合いみたいな言葉も正直誰しもがね、もう似たようなもう文句言わされているね、まあ掛け合いの言葉あると思うんですけども、もうあんなんね、正直我々の手にかかればもう練習なしでもいけるわけですよ。まあ確かに。はい、というわけで今回はですね、練習なしで掛け合いの言葉全員一致するまで卒業式終わりません。はい、というわけで俺要卒やけどね。俺実は洋卒銀卒な言ってた。幼稚園ギリ卒洋卒言いたいだけまで。はい、というわけで今回そのまあまあ企画の通りですよ。練習なしで、はい、まあ掛け合いの言葉をするんですけど、たまにあれってなんか5回に1回ぐらい全員でありがとうございました、そう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 、 ありがとうございましたみたいな、あれじゃないですか。あれを例えばじゃあ4回に1回全員で言葉を合わせないといけないみたいな、はいはいはい、それが全員一致するまでこの卒業式が終わりませんという。なるほど。卒業式からの卒業ができないということなんですよ。ああ。そういう遊びでございます。早速やっていきたいと思います。メガイテバスオーウィズフェアレルパーティーパーティーナイト。耳を澄ますと鈴虫が季語季語発秋鈴虫って秋ない？秋ですね。そうですね。桜も散り始めた5月下旬あの頃にはなかった自然学校反応ちょっとちょっとシンキングタイムちょうだい。無理や、即座に対応できる。しかもさ、なんでいきなりさ、桜散るのお前。いやいやいや、もう散るじゃないですか、3月散ってませんか。いやいや、それどころか最低でもな、お前全然さ、あの3月にミートせんのよ、だから暖かい春の日差しが南中した頃に私たちは、今日卒業します。最高のパスやもん。最高のパスやもん。まずは卒業しますから。まずは卒業して、一応目標としては歌まで歌わなあかんから。あーあー、絶望やろ。歌、あの、それでは聴いてくださいみたいな。あー歌、会場までが一応あれやから、一応ここまで行くんやねん。OK です。不安定な心を先生たちが癒してくれたカウンセリング。保健室の先生マジックミラー号まあでもまあみんながマジックミラー号に合わせればいいんですよね。言っちゃえばそうですね。言っちゃえばそう。なんて言ったんだよ。カウンセリング。ああ、まあ保健室の先生が近い。あ、そうそう、こっちでもカウンセリングってこっちと捉えるからね。ああ、こうです。島の方ね。島の方。そうですね。そういうプレイありますもんね。じゃあお前から。葉っぱも変わる頃。葉っぱも変わる。何それ。葉っぱも変わる頃。こういう方が出てこなかった。ああ、力強くみんなで力を合わせて引っ張り合ったせー綱引き。騎馬戦で女の子が下で支えてくれた。匂いがそういう感じ。間違えた、危な。間違えた、間違えたっつった。間違えた。夏の終わりに
男女ペアで組んだ。そしてめちゃくちゃそれを誘い出す罠やから実質ノーカウントだったあの日の夜さあ今でしか行けませんでしたって言おうとした。俺ガチの方いてもだな、うん、人狼した回数っていうもんだ。あーガチの方いってもだ。ガチの方いってもだ。そう、そこの読み合いなんですよね。もうそこの読み合い読み合いなんですよね。硬くて長くてやばいやろ俺。大きかったアルトリコーダーこれでも、うまくないアルトリコーダーああ。なんつったいや、言えないっすじゃあ、モアイゾーって言いたかったってそれですらうまいな確かに、うあせーの、あーごいもうあかんわ、最後に私たちから届けたい歌があります。聴いてください。楽園ベイビーせーの、常夏のサンシャインベイビー、真夏のサンシャインベイビー、どんな手を出さまねでさまねおーおーおー、わがはるかだけまねさおーおーおー、イエーおーおーおー、イエー、まざいをだってだって、かわの